ビリー・ビーン、マネー・ボールは、マイケル・ルイスによるアメリカ合衆国のノンフィクション書籍。日本語版単行本の副題は、奇跡のチームを作った男。メジャーリーグベースボールの球団オークランドアスレチックスのゼネラルマネージャーに就任したビリー・ビーンが、セーバー・マトリックスと呼ばれる統計学的手法を用いて、MLB 随一の貧乏球団であるアスレチックスを、 プレイオフ常連の競合チームに作り上げていく様を描く。2003年に米国で発売され、ベストセラーになった。2011年にベネットミラー監督、ブラッド・ピット主演で映画化された。2002年の MLB 球団別年頭総額。アスレチックスは28位だったが、全球団最多の103勝を記録した。2000年代初頭の MLB では、 財力のある球団とそうでない球団の格差が広がり、財力のない球団では、勝利に貢献できる大物選手を抱えることができず、自力で、そのようなスター選手を育てたとしても、ことごとく財力のある他球団に引き抜かれてしまう、という状況が続いていた。このような財力のない球団のオーナーからは、もはや野球はスポーツではなく、金銭ゲームになってしまったという嘆きの声が、 上がるほどであった。そんな中、リーグ最低クラスの年俸総額でありながら、黄金時代を築いていたチームがあった。ビリー・ビーン GM 率いるオークランドアスレチックスは、毎年のようにプレーオフ進出を続け、2001年、2002年と2年連続でシーズン100勝を達成。2002年には、年俸総額1位のニューヨークヤンキースの1、 三程度の年俸総額ながらも全39弾中最高勝率、最多勝利数を記録した。アスレチックスはなぜ強いのか。多くの野球ファンが感じていた疑問の答えは、徹底したセーバーメトリクスの利用に基づくチーム編成にあった。B ンがセーバーメトリクスを用いて独自に勝利するために重要視すべきと定めた諸要素は従来の価値観では、 重要とされないものばかり、つまり選手の年俸にほとんど反映されていないものばかりであっため、アスレチックスは低い年俸で有用な選手を獲得して戦力を上げることができたのである。ヤンキースなどの資金力のあるチームに比べて一生にかかる金銭的コストがはるかに低く、投資効率を考えた場合極めて合理的な手段であった。本庁では かつて有望選手として、成り物入りでプロ入りしたビーンのプロ野球選手としての挫折に始まり、スカウトへの転身とセイバーメトリクスとの出会い、資金難、戦力難に陥り低迷するチームを GM として、引き球団の内外から上がる批判、旧来の野球観と戦いながら、セイバーメトリクスを用いた分析手法によってチームを改革していくように、その影響を受けた選手たち、 ビーンの方法論の元となったビル・ジェームズをはじめとするセーバーメトリクス論者たちの物語を交えドキュメンタリータッチで描く。ビーンは野球をビッグボール的観点から27個のアウトを取られるまでは終わらない競技と定義づけた上でそれに基づいて勝率を上げるための要素をセーバーメトリクスを用いて分析。 過去の膨大なデータの回帰分析から得点期待値を設定し、それを向上させることのできる要素を持った選手を良い選手とした。状況によって変動する数値は判断基準から排除され、本人の能力のみが反映される数値だけに絞り込んで評価することが最大の特徴である。打者、野手ニックスウィッシャー作中で、ビーンが重要視する要素を持つドラフト候補として、 アスレチックスから一位指名される模様が描かれる。投手打者、野手へ求める要素に対する裏返しであり、相手の得点期待値を下げ、アウトを稼ぐ能力のみを評価する。これらの要素の多くは、従来の考え方では重要とされているが、セーバーマトリックスによる分析の結果チーム力向上への影響力が乏しいことが判明したものである。 そのため、そのような要素を持った選手の獲得には、他球団との競争が必死となり、必要以上のコストがかかる上、獲得したとしてもそのコストに見合った働きが、期待できないことから、限られた資金の中でシーズンを戦い、高い勝率で終えるという戦略目的においては、重要度が低いとみなされる。ただし、B は、この重視されない要素そのものを完全否定することはして、おらず、 重要視はせずとも野球の競技を構成する要素であることには変わりないためそのような要素が高いに越したことはないという考え方である。また打球団からは評価されるという点を用いてチーム編成にも利用した。打者、野手投手、マネーボールが世に出ると日米で大きな反響と議論を呼んだが歴史のある野球界においてはその主張があまりにも突飛でありかつ 旧来の野球観をやゆ、否定するような記述が多かったため、一部の人々から反発と反感多かった。そのような人々は、スモールボールこそ、思考の戦術、スマートボールであると崇拝し、当時のロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムに代表される、機動力野球に称賛を惜しまず、逆に、アスレチックスのような、不動戦法を、無作、無能として、下に見る傾向が強かった。 彼らがスモールボールをことさらに来産するとき、その裏側には対立概念であるマネーボールを貶めようとする情念が透けて見える。しかし、長打力偏重のビッグボールが主流となりつつあった当時の MLB において、ビーンの方法論は従来のビッグボールにセーバーメトリクスの価値観を付与し、双方の有効性を極限まで突き詰めた戦術であると言え、 次第に、これを模倣する球団が次々に現れるようになり、やがて、ビッグボールを実践するにあたって、データを重視すること、特に出塁率に注目することは、どのチームにとっても、当然のこととなった。その上、マネーボールが発表されその内容について、一定の評価を得て以降、マネーボールとは単なる著書名にとどまらず、出塁率を重視する、盗塁とギダは、極力避ける。 ドラフトでは、高校生よりも大学生を優先指名するなど、セーバーメトリクスに基づいた、理論、戦略、戦術、作戦、選手評価システム、補強、編成、マネジメントの総称としても用いられるようになっている。ただし、マネーボールの思想は、現社の副題にある通り、低予算でいかに高チームを作り上げるかという発想が根幹にある。 例えば、B 員が出塁率を重要視したのは、単にそれ自体が理にかなっているということ以上に、他チームがそれを軽視していたがためにセレクティブヒッターを安価で獲得することができたからである。仮に他チームも同様に出塁率を重要視している状況であれば、当然、セレクティブヒッターを安価で獲得することは叶わず、マネーボールは成り立たない。すなわち、マネーボールとは、 貧乏球団が、金満球団と互角に戦うために編み出された苦肉の策であり、いわば、貧者の野球理論なのである。なお、統計学の分析手法に基づいて、出塁率と長打率を重んじ、ギガや盗塁は非効率的として、極力敬遠するというマネーボール的戦術は、1960年代末から1980年代に、かけて4度のリーグ優勝を果たした。 ボルチモアオリオールズによって、すでに取り入れていたものであり、1点しか取りに、いかなかったら、1点しか取れないと考えた、アール・ウィーバー監督は、小技とスピードに依存することを、潔しとせず、投手力と守備力、三ランホームランを信条としていたことで広く知られている。作中でもたびたび研究されている通り、ビーンの方法論はビーン自身が独自に作り出した。 ものというより、様々な人物が考案した理論を統合して、高度に体系化し実践したものである。旧主派から非難を受けた、マネーボールではあるが、やはり反響も大きく、特に、セオ、エプスタイン GM のボストンレッドソックスに代表されるように、豊富な資金力を誇る球団までもがこぞって、ビーンの手法を模倣して、セーバーメトリクスを重視するようになると、 かつて過小評価されていたはずの選手の市場価値が高騰。安価で良い選手を獲得することが難しくなったことで2000年代の後半からアスレチックスの成績も低迷するようになった。そのため、今日ではビーンの方法論にも若干変化が生じており、2000年代後半からは守備や走塁にも比重をかけるようになった。実際、2009年シーズンのアスレチックスは、 ラージャイ・デイビスが41盗塁を記録。翌年も、同選手が50盗塁を記録し、クリフ・ペニントンも29盗塁を記録。チーム盗塁数でも19年ぶりに150を超え、ギ打数は12年ぶりに40を超えた。これについて、B 員は、状況は絶えず変化すると語っており、2008年現在は、試行錯誤の時期であることを認めている。ただし、 投類に関しては、出類率、長打率に優れた選手を、財力のある球団に取られてしまうようになったため、苦肉の策として増えていただけで、投類にあまり効果がないという従来の主張は2000年代、後半も変わっていないとしている。出版から時が経ち、本書において、重要な位置を占める2002年の MLB ドラフトの成果が定まってくると、その評価に関する論争が、 盛んになった。アスレチックスがこの年のドラフトで一巡目指名した7選手のうちメジャーリーグで一定の実績を残したのはニックス・ウィッシャー、ジョー・ブラントン、マーク・ティーエンの3名である。これを多いと見るか少ないと見るかについては意見が分かれているが B 自身は成功だと自負している。アスレチックスのスカウト部長エリック・クボタは アマチュア選手の将来を予想するのは極めて難しい。マネーボールはそれを少しでもうまくやるためのものと語っており、当時のアスレチックスでビーン GM の右腕であったポールデポデスタはメジャーに昇格する確率は1巡目でも50%、2巡目で25%、3巡目だと10%になる。それぐらいギャンブル的なことだ。基本的には 優秀なメジャーリーガーを一人でも発掘できれば、そのドラフトは良しとすべきなんだと述べ、マネーボールが決して万能なものではないことを認めている。それでも本書で特にスポットライトが当てられたジェレミー・ブラウンは、マネーボールの象徴的存在としてのプレッシャーと戦わなくてはならなくなった。2008年にブラウンがメジャーで目が出ないまま引退した際には、マネーボールは死んだのか という議論が湧き起こった。また、この年のドラフトでは、ビーンが指名を避けた、高校生投手の中から、コール・ハメルズ、マット・ケイン、スコット・カズミアーなどの一流投手が育ったことも、批判の対象となった。しかし、ビーンは後に、高校生選手を完全に否定しているわけではないと、述べ、本書の記述に、やや誇張があることを示唆した。その他には、 主役のビーンを引き立てるために、シカゴホワイトソックスのケニー・ウィリアムズ GM など、ビーンのライバルとなる立場の人物がまるで無能のように描かれてしまっているということや、スコット・ボラスが代理人を務めていた選手の指名回避など、裏に存在していたであろう、事情についての描写が薄いという指摘もある。プレイオフでの苦戦ビーンのアスレチックスは、レギュラーシーズンには強さを見せ、 毎年のようにプレイオフに進出するものの、ワールドシリーズには進出できていない。戦術のような出塁率等を重視するチーム編成。戦術は、多くの試合を重ねる中で勝率を高めていくことに、主眼を置くものであり、勝率ではなく、先に定められた数の勝利を上げなくてはならない。短期決戦には、必ずしも向いてはいない点がその要因に挙げられるが、 そもそも最大でも7試合しか行わない、プレイオフでは数値に揺らぎが出やすいため、長期のレギュラーシーズンに比べて、チームの戦略や選手の能力よりも、運や偶然が結果を左右しやすい。ビーンもプレイオフまで進出させることが仕事と現状の分析方法及び、戦術の短期決戦における限界を認めている。マネーボールが出版された翌年の2004年に、 ソニーピクチャーズが映画化の権利を獲得した。2008年11月になって、ブラッド・ピット主演、スティーブン・ソダーバーグ監督で映画化が発表されたが、クランクイーン3日前に突然制作中止が決定した。制作中止の理由は、ソダーバーグが手を加えた脚本に、制作側が難色を示したためだと言われている。その後しばらく音沙汰のない状態が続いていたが、 2009年12月、ベネット・ミラー監督の下で再始動が発表され、2011年9月23日に全米公開された。ありがとうございます。